ゃん、あるあ、そっか。あるけど、あるけど、もうゼロワンって二度とかかりたくないから、お金かかもう置いてるから、関わりたくない。2万ちょうだいじゃん、俺。うん、じゃあもう話題出さないで。くるちゃんに返す。もらわないでよ。いや、話題出さないで。しかも、私は1万でしょ。2万くれたんだからいいじゃん、もらっとけば。あの、ゼロワンが言ってたじゃん、アンチやだって増えるよ、それ増えないよ、増えるよ。事実確認しただけで、あんなね、発狂しなくたっていいじゃん、冷静に喋ればいいじゃん。びっくりしたよ、俺。年下だからさ、21だし、30歳でしょ。俺普通に優しく喋ったよ。そんなね、厳しく怒鳴りつけてなんかいないじゃん。どういうことって聞いただけじゃん。ほら、結局一番上がってるから、家をネタにしたの。ネタになるの、あなた。ネタになるの。400に上がってるから。しっかり見てるね。あの人たちめちゃ特にネタにしないですよ。くるみの放送、これ閲覧見えないから、ライトに。あ、そう、全然見えない。閲覧なんか一度も見てないよ。一度も見てないよ。ね、でもダメだよ。いや、いいじゃん、二度と関わらない、いいじゃん。でも、お金もらってないんだよね。え、もらってない。だからもう、ゆうちゃんとは絡まないっていうのがいいじゃん。くるちゃん仲良くやりなよ。くるちゃん行ってあげな。ちょっとゆうちゃんね、落ち着いてから。花木が話聞いてくれてるよ。春も行ってるよ。ゆいとはあんま絡まない。言ってない前から言ってるよ。言ってない言ってない。なんで俺ばっかり。いや、コラボびっくりした。断ってるし。いや、ゆいちゃんとは何回コラボしてるよ、俺。ゼロワンがいないと。最近ね。最近コラボしたでしょ、初めてでしょ。いや、何回かしてるよ。それまでは断ってた。やばいよ、ゼロワン、それは。めっちゃやめて。え、ゆいちゃんに誘われてるの。バルはね、前から。いや、ゆいちゃんのコラボに対しては、なんかコラボしてる。最近でしょ？最近コラボしてる。エルマルと付き合う前とかな。一緒に行くわけでもなし。エルマルちゃんの前はだって俺、女の子コラボしてない。ちょっと女の子、だから朝日奈ちゃんも断ってるし。でしょ？そこで。しかもその前、俺、エルマルちゃんの時、ゼロワン仲良くないし。俺の放送見たぜ。いたわれ。まだまだ。ゆいちゃんの評価は。やめてよ、ゼロワン。俺はまあ。巻き込むっていうか、青壁でね、散々ディスってたから、アパルもそういう、あれなのかなと思っただけ。いや、でも、めっちゃ言うじゃん。刑事で言うよ。ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃん、ごめんね。もう話しかけないじゃん。謝ってるじゃん。何のその朝日奈みたいなさ、何もないよ。ね、ごめんって。そこ触れちゃいけなかったんだね、俺が。知らなかったから。いちいち言わないでほしいの。だからそれ今聞いて。確かにそもそも嫌いだから。うん。今聞いて分かったよ。配信で聞かなきゃ分かんないことあるよね。でも言わそうとしてたからさ、いちいちここで言う必要ない。ね？ここでいちいちそこで言う必要ない。いやいい。目の前で、ね、ミュートしてるのはなかった。なんで？放送外が良かった？だから言ってたじゃん。って言わないで。自分にアンチ、アンチが増えるからやっぱ。結果そういう形になってたからさ、言わないで自分前で。だからまあ。俺が言いたいのは、放送中でもね、言われても困らないようなことをしてくださいよ。でも、身を絡まないから、君たち。君たち？誰、君たち？いや、もういいよ。だって、漏れてもらっていいじゃん。君たちって誰？変わらないから。君たちって誰？変わらないよ。君たちのたちって誰？変わらないよ。誰って、俺と誰？君たち、そっち。そっちって誰？変わりたくない。そっちって誰？もう変わりたくないの。はい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 、もう。くるちゃんと不毛の争い、まあ、ひとまずやりましょう。不毛の争いも落ち着かれてください。くるちゃんとも絡まないの。
何を断られてるの。クルちゃん店長とか言った方がいいよ。迷惑かなって。クルちゃん断ってるのいつも。あそこは。はい、あの予定とかがあって。あんまか。ゆいちゃんが嫌いじゃなくて予定があって断ってるのって。迷惑じゃなければ。前は何もやさぐれてんだよお前。いや何だよ。なやさぐれてないですよ。クルちゃんのお客さんだからね。韓国バージョン。やさぐれてない。はい、やさぐれてないよ。韓国バージョンだったじゃん。クルちゃんやっちゃれやっちゃれも。はい、こっちが欲しい。本当なんか茶化してるみたいだよ。茶化してない。いい大人が。茶化してない。純ちゃんさん。まあもういないよ。あのそこのそっちがホストリケルさんがいたってだけで。ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃん、何その呼び方、気持ち悪いな。ちゃんゆい、かなりありがとう。ちゃんゆい、仲良くしようよ。お前と仲良くしろよ。あ、一杯おごりよ、じゃあ俺から。貸し借りだから。本当したくなかったけどさ、遅刻しると思ってキャリーケースを新宿に押せせたのね、バカだもん、自分が。なのであの水道橋も言うよ。もうその話しなくていいよ。水道橋から過呼吸になってるじゃん。水道橋からタクシーで新宿まで行かないといけなかったから1時間6時に起きたの。だから7時に休みしてたから時間がなかったから、だからもうお金下ろす時間なかったから、だからクルちゃんにお金頼んだの。無邪気今だってポイント見せてないけどポイントあるから。なんでこうなってるの。僕がいるときはずっとあれですよ。純ちゃんさんと。あ、そうですか。純ちゃんはもう僕が違うところに行ってます。話をまとめるとですね、で、違うところ、ありがとう。だから多分まあ、ゆいちゃんが忙しくてくるみに1万円を借りたと。なんだなんだ。で、1万円を その話をするか。いや、まとめない。ゆいちゃん怒ってるんだ。1万円借りてアイテムでも返したと。もうそれで終わりっていう話ね。ゆいちゃん怒ってる。ダメだって。返して返して。その話するからもう。なんで暴れるの。とりあえず、とりあえずもうよ、これ返すから。はい、3万円ね。もらえない。オンライン返すから。ごめんね、ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした。こぼれるよ。もう3万円受け取ってください。いや、もらえないです。いいよ、もらえないね。その時時間がなかったからごめんね、電話かけて。いや、これもらっちゃったら本当に。いや、もう言われたくないから。その代わり話題出さないでください。まあ、今まとめて終わったからいいじゃん。俺は外で話題に出さないでください。もう3万受け取ってください。お願いだから。だそうですか。どうされます。とりあえず話題に出されたくない。俺は3万もらっといた方がいいと思う。やだ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 。その代わり話題出さないでくればいいから。見ろと。自分の名前を出さないで。何で俺だ。顔見るの。やばい。だそうです。とりあえずもらっといた方がいい。どうにかしも。もらっときなよ。決着つけて終わる。じゃあもうこのことは言うのやめよ。分かった。もうそのなしね。分かった、うん、言わないよ。いや、もう絡みたくないから。いや、お金を出しちゃダメだよ。お金のことで揉めたんだったらこれでみんなの前で。いや、お金はもらえない。お金はもらえない。いや、だってもう自分がいたんだから。だから俺がもらっていい。時間がなくてもらったらやばいよ。お金借りたくなかったから。大炎上だよ。 SI のこともあるしね。お金の貸し借りはしたくなかったの。くれるな。だから言われたくなかった。これも21歳だからね。21歳から33のおじさんは。いや、もう借りたいから。これも貸し借りになっちゃうから。いやいや、貸し借りじゃない。あげる。その代わり話題出さないでください。二度と。あれでいいんじゃない。かからないんで二度と。ごめんね、迷惑かけて。あれでいいんじゃない。もう、まあ、シャンパンとかでいいんじゃない。うん、シャンパン店長、店長だから。くるちゃん頑張って店長。いや、いらない。本当もらえない。いいから今後頑張って配信。自分頑張るから。はなげちゃん、はなげちゃん、はなげちゃん。いやいやいや、はなげちゃんじゃあ、はなげちゃんがもらえばいい。貯金2000万もあるしね。いいよ、本当にいいから。本当にもう、もう帰るから頑張ってね、店長。ごめんちょっと知られなくて、ごめんね。これは今、俺もらってない。あ、渡した。ゆいちゃん、ごめんね。いや、ごめんね、こっちこそごめんね。うん、いや、てか今や、
俺も話題に出さない。目をかけちゃうから。だからかけないじゃん。来るまでちょっと。じゃあゆえちゃんわかる。ある。あるトラブっちゃう。いろいろで来る前にトラブっちゃってキャンセル料とか。いろいろ電話ホテルに電話したり大変だったの。来るまでに。ここに来る前大変だったの。疲れちゃったからさ。でもゆいちゃん、くるみでやって俺こっち行くから。ね、うん。くるみでやりな。女2人で映ってから俺もういいから迷惑かけちゃったから迷惑2人でやりなよ全然迷惑ではないけど2人でやりなよ俺関係ないからごめんね、うん、ごめんねゆいちゃんコメント見なくていいから、うん、俺が叩かれてるから大丈夫だよゆい大丈夫ゆいちゃん、うん、ごめんね